面白かったわ。やっぱりアキラといえば、この SF 感なのよね。どうした霊夢、随分はしゃいでるようだが。ねえマリサ、アキラってほんと名作よね。そうだな。日本 SF アニメ界でも屈指の名作だぜ。でもレーザー兵器だなんだって言われてもいまいちピンとこないのよね。ちょっと嘘くさいというか。嘘くさいだと？霊夢、レーザー兵器はもう実用化されているんだぜ。レーザー兵器はもう完成してるの？これは気になるわね。ということで今回はレーザーガンよりレールガン。日本が最先端を行く SF っぽい兵器何がいいのか、アメリカは足踏みのなぜをお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、アキラなんかの SF でおなじみのレーザー兵器。15年ほど前には実戦においてもゲームチェンジャーになると言われていたんだな。へえ、レーザー兵器はゲームチェンジャーになると言われてたんだね。ああ。しかし課題も多く、注目され始めているのがレールガンなんだ。そしてその研究の最先端を行くのが日本だぜ。ほう？レーザー兵器には課題が多かったからレールガンが注目されるようになったのか。しかも、日本がレールガンの最先端ですと？ああ。アメリカが諦めたレールガンを日本は開発している。そして、実用化するだけの技術力があるんだぜ。ちょっと待ってよマリサ。日本にレールガンを作るための技術力があるのはわかるけど、アメリカは開発を中止してるんでしょ？ああ。ということはさ、レールガン開発を中止せざるを得ない、何か理由があったんじゃないの？それじゃ、アメリカがレールガン開発を諦めた理由を解説していくぜ。まず、アメリカでは、レーザー兵器の開発予算が削減されているんだな。レールガンじゃなくてレーザー兵器の予算が削減されてるのね。ああ。2023年4月、アメリカ上院軍事委員会の公聴会で、アンガス・キング上院議員はこう述べている。あなたたちは一体何を考えているのか。まずは3つの金額の紹介から始めたいと思います。1万ドル、430万ドル、12ドルです。1万ドルはイランと風刺派が使用しているドローンの最高推定コスト、430万ドルは SM6 ミサイル1発のコスト。そして12ドルはドローン1機を撃墜できるレーザー指向エネルギー兵器1発分のコストです。と、クリスティン・ウォーマス陸軍長官と陸軍参謀総長ランディ・ジョージ大将に詰め寄ったわけだ。なるへそ。レーザー兵器は意外とコスパがいいのね。ああ。そもそもレーザー指向エネルギー兵器は SF ではおなじみだな。そして、2010年代に入ると運用上のゲームチェンジャーになると喧伝されてきたんだぜ。どうしてレーザー兵器はゲームチェンジャーになると言われてきたの？理由は、ドローン対策の兵器になるからだな。安価なドローンの脅威が急速に高まる中で、高価な対空ミサイルを使用するのはコストパフォーマンスが悪いだろ？うん。ドローン相手にミサイルをバカスカ売ってたらお金がいくらあっても足りないわよ。だな。そこで、レーザー兵器に対する期待は高まっているわけだ。で、今こうしたレーザー兵器はイスラエルがいち早く実用化に成功しているんだ。え？イスラエルが？ああ。対空防御システムアイアンビームを2020年8月から実戦配備しているぜ。アイアンビームか。なんかかっけえ。視聴者の皆さん、日本が開発しているレーザー兵器、なんて名前がいいと思いますか？コメント欄で教えてね。それじゃ、どうしてアメリカもアメリカンビームとかゲッタービームとか配備しないのよ？実は、アメリカ軍の開発進捗は思わしくないんだ。しかも、予算案でもレーザー兵器の開発予算が削減されたことを上院議員が問題提起しているぜ。マジか。2024年5月15日の上院歳出委員会の公聴会で、陸軍調達兵団技術担当次官であるダグ・ブッシュは、陸軍によるレーザー兵器防空ストライカー自走レーザー指向性エネルギー型短距離防空 BEM ショラドシステムの実地試験の結果について、あまり芳しくない報告を行っているぜ。ほう？それはどんなレーザー兵器なの？ BEM ショラドシステムで使用されるレーザーは 50kW の低角出力だな。これが 8×8 送輪式のストライカー装甲車に搭載されて、主に小型ドローンや飛来する砲弾、迫撃砲弾を破壊するために設計されているぜ。すげえ、もう開発されてるんだから、あとは配備するだけじゃないのよ。一体アメリカはなんで配備しないのかしら？実は、ミサイルを焼き切るのは難しいからなんだぜ。は？ミサイルを焼き切る？ああ。陸軍は非公開の場所で、3月に BEM ショラドの試作車4両を受領し、中東へ送った。しかし現場は工場や実験場のような快適な環境ではなく、扱う部隊も専門技術者ではないようだがな。ふむふむ。そして、複雑精緻な電子機器の塊をストライカー装甲車に詰め込んでも、過酷な環境で走り回らせて正常に作動させるのは困難で、砂塵や気象状況によってレーザーは減衰し効果に大きなブレが生じてしまうわけだ。なるほど。
現状、実戦兵器として旧大点は得られなかったのね。ああ。また、空軍では、自己防衛型高エネルギーレーザー実証装置シールドプログラムが実施されていたな。エネルギーレーザー実証装置？なんそれ？これは有人戦闘機にレーザー兵器ポットを装備し、空対空ミサイルや地対空ミサイルから磁気を防御することを目的としたものだぜ。磁気を防御するレーザー兵器的な？まあな。そして、将来的には第6世代有人機に搭載することを目標にしていた。いた？それじゃ今は違うのね。ああ。2017平成29年時点では、シールドシステムポットを戦闘機に搭載していたな。その後2021年に初飛行を行うことを計画していたんだぜ。ふむふむ。しかし、2020年に初飛行は2025年延期され、2024年になってプログラムの終了が宣言されなかったんだ。ええ？そのプログラムが終了した理由は何なのかしら？終了の理由は明らかにされていないな。だが、高出力レーザー兵器をポットに収められるように小型化するという技術的課題がクリアできなかったからと言われているぜ。レーザー兵器を小型化するのは難しいってわけか。そりゃ、アメリカがダメなら日本だって望みは薄いわよね。まあな。それじゃ、アメリカ陸軍は完全にレーザー兵器を諦めたの？陸軍内ではレーザー兵器の開発配備は難しいらしいな。だが、アメリカ海軍もレーザー兵器開発に取り組んでいるんだぜ。おお、海軍もレーザー兵器開発に取り組んでいるのか。で、どんなゲッタービームが開発されているのよ？攻撃監視妨害の3つの用途を統合した、出力 150kW のレーザーヘリオスの実用化に成功しているぜ。ほう？だがな、ドローンを焼き切るのに5から10秒はかかるんだ。え？そんなにかかるの？ああ。低速のドローンなら複数機でも対処可能だが、高速の巡航ミサイルには十分な効果は見込めない。また、出力300から 500kW が理想とされるものの出力を上げるに大きな電力が必要なのもデメリットだぜ。そうね。これだけの大電力を洋上で用意するのは大変だわ。だな。そのため、ほとんどの船は専用のバッテリーと冷却ユニットを搭載した電力制御コンテナを持ち込まなければならないらしいぜ。面倒、それならお金がかかってもミサイルでよくない？ってなるわね。あ、でもアメリカはミサイル撃ちまくるお金もないのか。で、アメリカでは、限られた国防予算の中でレーザー兵器研究開発に振り向けられる予算が削減され、レーザー兵器が運用上のゲームチェンジャーになるという2010年代の宣言は怪しくなってきているんだ。なるほどね。先の上院軍事委員会での議論はこのような経緯を踏まえていたわけか。あれ？でもマリサ、レーザー兵器がダメならレールガンだって、言ってなかった？その通りで、まあ、時代はレールガンらしいぜ。時代はレールガン？なんなのよそのダッサいスローガンみたいなのは。それじゃレールガンがレーザー兵器の代わりとして運用できるのか見ていくぜ。レーザー兵器に様々な課題が散見される中、注目され始めているのがレールガンだ。そして、その研究開発で最先端を行っているのが日本なのよね。だな。そもそも北朝鮮のミサイルに対抗する切り札として、日本がレールガンと呼ばれる大砲の開発を進めているんだ。キム一族は最近も、ミサイル撃ちまくりだからね。ああ。新型の ICBM 大陸間弾道ミサイル火星18の発射実験を行い、着々とミサイル開発を進めている北朝鮮。その脅威が高まる中、日本がミサイル防衛の要として開発を進めているのが、レールガンと呼ばれる大砲だぜ。そして、防衛装備庁は10月、世界初となるレールガンの洋上射撃試験を実施したと発表しているな。おお、世界初か。しかもレールガンについて、当時の松野博一官房長官はゲームチェンジャーとなりうる最先端技術と話していたな。ゲームチェンジャーね。やっぱりレールガンは日本に必要な兵器だわ。でも、レールガンっていまいちわからないのよね。とある、なんちゃらとは何が違うのよ？主な特徴として以下の4点が挙げられるぜ。まず、弾丸を火薬の爆発力ではなく電気エネルギーで発射するため、極超音速で発射可能なんだ。え？超音速で発射できるの？すごすぎない？すごいよな。防衛装備庁の資料によれば、戦車の主砲の初速が秒速約1750mのところ、最大実績値は秒速2297mとのことだ。はい、次に、初速が容易に可変できるんだ。おお、初速まで変更できるのか。また、火薬を使わないので安全性が高い。さらに、弾丸サイズが誘導弾より小さく探知迎撃されにくいぜ。安全性が高い上に探知されにくいなんて、まさに次世代の兵器じゃないのよ。しかもアメリカ海軍は2005平成17年からレールガンの研究開発を行ってきたんだぜ。ほう？レーザー兵器だけじゃなくレールガンもとな？ああ。だが、2021年に事実上中止している。は？
レールガンの開発も諦めたの？どうしてなのよ？その理由の一つがエロージョンだ。エロージョン、ちょっとマリサ、コンプライ犯ですわよ。何がだよ。だってエロージョンだなんて、私、待ったが避けても言えないわよ。それを言うなら口が避けても言えないだろ。それに何か勘違いしているようだが、エロージョンというのは侵食問題のことだぜ。ふえ？え、エロージョンは侵食問題のことだったのか。だぜ。まさか霊夢知らなかったのか？知ってたわよ。何よその目は。で、どれくらいレールガンを撃つとエロージョン状態になっちゃうの？報道によれば12から24発の射撃で砲身が使い物にならなくなったそうだな。つっかえ、レールガンかっすやん。そんなんじゃ、日本もレールガンなんて開発できないんじゃ？いやいや日本を見くびるなよ霊夢。レールガン開発のために日本の防衛装備庁では様々な取り組みを行っているぜ。まず、砲身の素材として、加工のしやすさから主に銅を使っていたところを、導電性が高く摩耗に強い素材に変更したな。そして、瞬間的に大きな電流が加わらないように電流の流し方を工夫している。ほう？それで何が変わるのよ？これによりエロージョン問題を克服できたんだぜ。何ですと？さらに、秒速2000メートル以上の弾丸を120発まで発射することに成功しているぜ。しかも120発撃った後でも、砲身に目立った損傷はなかったそうだ。日本すげえ、こりゃアメリカから1億個発注が来そうだわ。それだけじゃないぜ。防衛装備庁はアメリカ海軍に技官を派遣していて、アメリカ海軍がこれまで蓄積してきたレールガン研究の実績を吸収しようとしているんだな。なんですと。また防衛装備庁は5月30日、フランス、ドイツとレールガン技術の協力に関わる実施要領に関する署名を行ったと発表した。ほう。日本はレールガン開発に真面目なのか。大真面目だな。だがなまだ問題もある。問題とは？レールガンは現状、航空機や戦車などに搭載できるほどコンパクトではないことだな。なるほど。大きいのね。だが、ドローンや極超音速誘導弾まで対処できるレーザー兵器とは違ったアプローチとして期待されているのも事実だ。そうね。これまでレーザー兵器に隠れて目立たなかった SF 兵器が、日本の地道な取り組みで日の目を見ることになるかもしれないわね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。